全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。セカンドステージ第1節、シエロ対エスパルス、 J リーグセカンドステージついに開幕ですが、どうご覧になりますか？前回のシリーズでは大きな活躍は見られませんでしたが、今回のシリーズでは力のあるところを見せてほしいですね。もう間もなくキックオフです。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半13分、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ストイコビッチ、森島、どうだ、誰もいません。なんとか守りきりました。前半15分、エスパルス、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。三浦、堀池、伊藤、三浦、ゆっくりとボールを回しています。堀池、ゆっくりとドリブルで上がっていきます。ボールを運びます。いった、三浦、これが決まった。前半24分、シエロ、早くも1点を追う展開を強いられました。ロングパス、よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。森島、三浦、上げた、小倉、そのままシュート、ゴール！シエロ、とうとう同点に追いついています。両クラブ全くの互角の戦いをしています。さて、この前半の展開を振り返ってどうでしょうか？両クラブそれぞれの持ち味を出したいい試合をしていると思いますよ。後半戦も前半同様、面白い試合を見せてほしいですね。もう間もなく後半45分のキックオフです。一体どういった展開になるのでしょうか。さあ、後半開始の笛が鳴りました。後半13分、シエロ、選手が上がっていきます。ゆっくりとドリブルで上がっていきます。森島、うまくつないだ、三浦、小倉、高木、小倉、外してしまった。真田、かろうじてこのピンチを乗り切りました。森島、さあコーナーキックのチャンスです。選手が上がっていきます。蹴りました、三浦、インゴール。後半25分、エスパルス、1点を奪われています。ロングパス、ジアス、ゴール前激しいプレー、堀池、田中、フェイント、ロングパス、サントス、パスを出します。ジアス、きれいにボールがつながります。どうだ、三浦、ゴール、これは俗に言うごっつぁんゴールでした。エスパルス、とうとう同点に追いついています。高木、この位置ではちょっと角度が厳しいか。選手がゴール前に一列に並んで壁になります。蹴りました、穂坂、飛び込んできた、前田、ついに決まった。粘りが実を結びました。今試合終了のホイッスルが鳴りました。3対2、シエロ、この試合を見事制しました。
試合を振り返っていかがでしょうか。点差が示す通り非常に緊迫したいい試合でしたね。両方とも実力通りのプレーを見せてくれて、サポーターも満足ではないでしょうか。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第2節、セレッソ対シエロ。天気は雲が青空を隠しています。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半13分、セレッソ、ここからどう展開するのか。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。森島、止めることができない。神田、ショートパス。三崎、攻め込むチャンスを伺います。どんどん切り込んでいきます。神田、危ないプレーだぞ。イエローカード。前半24分、セレッソチャンスになります。三浦、かわされてしまいました。木澤、ドリブル、フェイントをかけます。木澤、ボールを運びます。ボールを運びます。いった。深川、ゴールゲッ。山橋、フリーキックです。ゴール前に壁を作ります。思い切り打ちました。ジャンピングボレー。三崎、これは痛いミスです。磯野、かろうじてこのピンチを乗り切りました。前半36分、
セレッソ。この辺りで追加点が欲しいところです。ドリブル、マルキーニョス、深川、これは思い切ってシュート、ゴール。一方的なペースで試合を進めました。さて、この前半の展開を振り返ってどうでしょうか。後半は攻めの人数を増やしてくるんじゃないですかね。このままでは追いつけませんから、積極的な手を打ってくると思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。どうやってこの点差を詰めていくのか。さあ、後半開始の笛が鳴りました。後半戦始まったところ、シエロ、2点を追っています。ここでフェイント、パスを出します。森島、パス、ラモス、きれいにボールがつながります。森島、一気に攻め上がります。三浦、このシュートはキーパーの真正面。ジルマール、ゴール前に立ちはだかります。後半14分、セレッソ、現在得点は2対0。トニーニョ、タッチライン沿い、高木、抜く、トニーニョ、一気に攻め上がります。上げた、山橋、このままシュート、これが決まった。試合終了の笛が鳴りました。3対0、セレッソ見事に勝利を収めました。この試合をどうご覧になられましたか。そうですね、ディフェンスが全く通用しませんでしたね。これはかなりショックだと思いますよ。立て直しに時間がかかるかもしれませんね。
皆さんこんばんは。 J リーグセカンドステージの試合をお届けいたします。セカンドステージ第3節、グランパス対シエロ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半12分、グランパス。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。トーレス、フェイント、ドリブル、浅野、うまくつないだ。中に入れた、森山、シュート、豪快に決めた。前半12分、シエロ、早くも1点を追う展開を強いられました。倒された、レッドカードが出されました。これで次の試合は出場停止になりました。米倉、退場になります。前半24分、グランパス、サイドに広がります。フェイントをかけます。なかなか中盤から前線にボールが出ません。高木、抜かっ、反則加工のプレーだ。レッドカードが出されました。これで次の試合は出場停止になりました。高木、無念の退場。前半38分、シエロ、1点を追うゲーム展開です。精神的なプレッシャーにも負けていませんね。さすがプロですよ。森山、これはかわされた。保坂、なかなか中盤から前線にボールが出ません。森山、体で止めに行った。坂倉、このボールを奪いました。両クラブ最後の決め手を欠きました。今日はディフェンスの状態があまり良くないみたいですね。まだまだ時間はたっぷり残っていますから、前半戦のことはあまり考えず自分たちのサッカーに徹すれば逆転は十分可能ですよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。まもなくキックオフです。いよいよ後半45分のキックオフです。後半26分、シエロ、1点を追うゲーム展開です。ルンガ、ショートパス、ストイコビッチ、フェイントをかけます。このパスが通った。ロングパス、小倉、森島、三浦、シュート、豪快に決めた。シエロ、とうとう同点に追いついています。今ホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は1対1、同点。息詰まる緊迫した試合展開となりました。それではここまでの試合を振り返って一言お願いします。非常に見応えのある試合ですよね。力的にはほぼ互角といった感じでしょうか。延長戦は V ゴール方式ですから、今日の出来からするとどちらが勝つのか予想するのは非常に難しいですね。さあここまで点の取り合いでしたが、次の得点はそのまま決勝点となります。
いよいよ延長戦に突入です。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく延長前半の開始です。延長開始直後、グランパス。さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。よく状況を理解していますよ。そうでなければあのプレーはできませんよ。中西、うまいフィント。ストイコビッチ、止めることができない。いった、ゴールネットに突き刺さった。V ゴール、値千金の一発。ついに決着がつきました。2対1、グランパス延長 V ゴールで勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか。これはやられましたね。延長開始から相手はこの一発を狙っているようでしたよ。この敗戦は精神的にもダメージが残りますね。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第4節、シエロ対フリューゲルス。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。今戦いの火蓋が切って落とされました。試合開始早々、シエロ。さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ドリブル、ジーニョ倒された。この人、ストイコビッチ、積極的に前に出ていきます。パンチング、エバイール、蹴る前にゴールを見つめます。いった、これはどうだ、クリア。保坂、周りの状況がよく見えています。エバイール、PK です。蹴った、ここに選手が詰める、クリア。保坂、思いっきりのいいプレーでした。前半37分、フリューゲルス、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。ラモス、倒された。サンパイオ、ドリブル、
エバイール、カンパイオ、豪快に決めた。両クラブ最後の決め手を欠きました。さてこの前半の展開を振り返ってどうでしょうか。まだまだ時間はたっぷり残っていますから、前半戦のことはあまり考えず自分たちのサッカーに徹すれば逆転は十分可能ですよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか、まもなくキックオフです。笛とともに後半戦45分が開始されました。後半14分、シエロサイドに広がります。ロングパス、ラモスドリブルで攻め上がります。ドリブル、センタリング、オブラ、ゴールネットに突き刺さった。完璧な攻めでした。シエロ、とうとう同点に追いついています。後半37分、フリューゲルス、同点でゲームは進んでいます。山口、ゆっくりとボールを回しています。サンパイオ、素晴らしいコンビネーション。サンパイオ、ヘディングシュート、そのままシュート、エソノ、直接キャッチしました。堅実なプレーを見せます。今ホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は1対1、同点。静まる緊迫した試合展開となりました。ここまで得点シーンが見られませんでしたが、何が足りないのでしょうか。両クラブとも持ち味を出したいい試合をしていますよ。ここからは一瞬の油断で勝負が決まってしまいますから、集中力の勝負ですよ。さあここまで点の取り合いでしたが、次の得点はそのまま決勝点となります。試合は延長戦へと突入します。今延長前半開始の笛が鳴りました。延長前半立ち上がり、フリューゲルス、サイドに広がります。前園、ここでフェイント、ショートパス、奥野、ここからどう展開するのか。森島、ここからどう展開するのか。ボールを三浦、このボールを受けました。いった、ラモス、これはクリアします。サンパイオ、思いっきりのいいプレーでした。フリューゲルス、サイドに広がります。ロング、ジーニョ、ルンガ、カットし、反撃です。奥の、止めることができない。ルンガ、ドリブルで攻め上がります。ボールをキープする時間が長くなりました。フェイントをかけます。ラモス、チャンスになります。高田、危ないプレーだぞ。レッドカードが出されました。次の試合には出場できません。高田、無念の退場、奮然とグラウンドを去ります。延長戦前半終了の笛が鳴りました。緊迫した試合展開の中、延長戦前半だけでは決着がつきませんでした。笛が鳴って延長戦の後半が開始されました。延長後半の序盤、シエロ、フィールドいっぱいに広がります。左に叩きます。
ロングパス、森島、きれいにボールがつながります。小倉、チャンスになります。これが決まった。 V ゴール。ゲームに終止符を打ちました。ここで延長戦終了のホイッスルが鳴りました。2対1、シエロ延長 V ゴールで勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。いやー、ここでようやく決めてくれましたね。運に左右される PK 戦にもつれ込む雰囲気でしたが、延長後半で V ゴールで決められたことは大きいですね。全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。セカンドステージ第5節、シエロ対レッズ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半24分、シエロ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ラモス、攻め込むチャンスを伺います。内橋、カットしました。高木、ラモス、
上げた、森島、そのままシュート、ゴール！前半38分、レッズ1点のリードを許しています。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。田口、フェイント、三浦、これはかわされた、立てます、堀、タッチライン沿い、ストイコビッチ、止めることができない、堀、速い攻めで一気に崩すか、一人で持ち込みます、外してしまいました。これは決めなくてはいけません。前半38分、シエロ、依然として1対0と1点のリード。どんどん切り込んでいきます、森島、ゴール！一方的なペースで試合を進めました。今日は絶好調じゃないんですか。これで相手は思い切った攻撃を仕掛けてくると思いますよ。ですから立ち上がりに気をつけないといけませんね。もう間もなく後半45分のキックオフです。引き続き一方的な展開になるのでしょうか。いよいよ後半45分のキックオフです。後半の立ち上がり、レッズ2点を追っています。パス、福田、素晴らしいコンビネーション、状況を理解していますよ。そうでなければあのプレーはできませんよ。後半37分、レッズ、この時間で2点差はかなり苦しい戦いです。ロングパス、内橋、バランスを崩してしまいました。今試合終了のホイッスルが鳴りました。2対0、シエロ、見事に勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。攻守の歯車が噛み合ったいい試合でした。攻撃では2点を取って、守備は完封ですから、最高の結果なんじゃないでしょうか。
全国1億5千万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第6節、アーペ対シエロ、序盤戦の調子はどうですか？このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。もう間もなくキックオフです。今戦いの火蓋が切って落とされました。試合開始早々、アーペ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。ロングパス、野田、フェイント、森島、かわされてしまいました。桜井、ロングパス、きれいにボールがつながります。牧野、そのままシュート、ゴールネットを揺らしました。森島、コーナーからゴールを見つめます。選手が上がっていきます。蹴った、三浦、ゴール、シエロ、とうとう同点に追いついています。前半15分、シエロ、前半開始早々得点奪い合い、激しい試合展開になってまいりました。運河、ボールを運びます。フェイント、ショートパス、トイコビッチ、通りました。パス、小倉、アイコンタクトだ。ボールを運びます。ドリブル、小倉、三浦、チャンスになります。小倉、飯島、パンチング、体が反応しています。前半26分、シエロ、前半開始早々得点奪い合い、激しい試合展開になってまいりました。前田、うまくつない、ラモス、うまくつないだ。保坂、積極的に前に出ていきます。精神的なプレッシャーにも負けた。飯島、なんとか守りきりました。前半38分、シエロ、現在のところ同点で試合は進行しています。ルンガ、森島、蹴った、桜井、ここでボールを外に出しました。両クラブ全くの互角の戦いをしています。さて、この前半の展開を振り返ってどうでしょうか。両クラブともにいい攻めの形ができていて、ほぼ互角でしたね。あとは後半でチャンスをより多く生かした方が勝ちますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。一体どういった展開になるのでしょうか。笛とともに後半戦45分が開始されました。後半13分、シエロ、チャンスになります。後半の立ち上がり15分を過ぎました。シエロ、同点のまま試合は流れていきます。倒された、レッドカードが出されました。これで次の試合は出場停止になりました。西村、退場です。すごすごとグラウンドから出ていきます。後半の立ち上がり15分を過ぎました。シエロ、同点のまま試合は流れていきます。ロングパス、左サイド、三浦、ドリブルで攻め上がります。森島、
三浦、中澤、これはどうだ。思い切りのいいプレーでした。後半38分、シエロ、選手が上がっていきます。ドリブル、ストイコビッチ、森島、これはどうだ、インゴール、オブダ、ゴールに蹴り入れました。試合終了の笛が鳴りました。1対2、シエロ、この試合を見事制しました。試合を振り返っていかがでしょうか。点差が示す通り非常に緊迫したいい試合でしたね。両方とも実力通りのプレーを見せてくれて、サポーターも満足ではないでしょうか。皆さんこんばんは。 J リーグセカンドステージの試合をお届けいたします。セカンドステージ第7節、シエロ対ガンバ、序盤戦の調子はどうですか。序盤戦からなかなかいい試合が目立ちますね。シリーズ後半に向けての戦い方が重要になってきますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半戦始まったところ、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。穂坂、ここでフェイント、ロン、よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。山口、止めた。前半37分、シエロ、さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。精神的なプレッシャーにも負けていませんね。さすがプロですよ。左に挟む、前田、アイコンタクトだ。ストイコビッチ、強引に、森島、そのままシュート、ゴールネットを揺らしました。
前半37分、ガンバ、ここからどう展開するのか。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。磯貝センタリング、ボレーシュート、森岡外してしまいました。これは決めなくてはいけません。両クラブ最後の決め手を欠きました。今の状態から見てこの1点というのは果たしてどうでしょうか。この1点だけではまだまだ勝負の行方は分かりませんよ。次の1点をどちらが先に取るかで勝負の流れはガラッと変わりますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。前半の好調を持続することができるか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半戦始まったところ、シエロ、この辺りで追加点が欲しいところです。よく状況を理解していますよ。そうでなければ森島、プレッシャーに負けてしまった。金吉、スライディング、小倉、外してしまった。島田、思いっきりのいいプレーでした。山口、PK です。石田、飛び込んできた、クリア。穂坂、周りの状況がよく見えています。後半戦の序盤、シエロ、サイドに広がります。前田、素晴らしいコンビネーション。ラモス、一人で持ち込みます。倒された、レッドカード。これで次の試合は出場停止になりました。磯貝、無念の退場。後半14分、シエロ、この辺りで追加点が欲しいところです。やはりイエローカードが出されました。後半16分、シエロ、この辺りで追加点が欲しいところです。そうですね、ここはあの判断で良かったんじゃないかと思いますけどね。誰も止めること、上げた、パンチングで弾いた。島田、スライディング、小倉、パス、三浦、ゴール。後半25分、ガンバ、2点を追う苦しい展開となっています。イエローカードが出されました。後半27分、シエロ、現在得点は2対0。前田、攻め込むチャンスを伺います。精神的なプレッシャーにも負けていませんね。さすがプロですよ。ロングパス、小倉、シュート、ゴールネットを揺らしました。後半36分、シエロ、もう負けることは考えられません。小泉、先ほどから試合に入っています。ストイコビッチ、ショートパス、大江の木、フェイント、一気に攻め上がります。ストイコビッチ、ゴール。試合終了の笛が鳴りました。4対0、シエロ。
見事に勝利を収めました。この試合をどうご覧になられましたか？攻撃陣はまさに絶好調のようですね。常にいい形ができていますよ。多少の失点もこれだけの攻撃力があれば心配ないですよ。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。セカンドステージ第8節、ジェフ対シエロ、序盤戦の調子はどうですか？序盤戦からなかなかいい試合が目立ちますね。シリーズ後半に向けての戦い方が重要になってきますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。さあ試合開始です。前半26分、シエロ、さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。森島、このボールを受けました。小倉、攻め込むチャンスを伺います。森島、きれいにボールがつながります。綺麗にボールがつながります。強烈なシュート、ゴールネットに突き刺さった。森島、さあ誰に合わせるのか、チャンスになります。蹴りました、前田、ボールが切れていきました。下川、なんとか守りきりました。後藤、蹴る前にゴールを見つめます。蹴った、飛び込んできた、クリア。穂坂、思いっきりのいいプレーでした。両クラブ最後の決め手を欠きました。この得点差についてどう思われますか？サッカーは30秒あれば1点取れますからね。これから長い後半戦がありますから、まだまだ分かりませんよ。
ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか、まもなくキックオフです。さあ後半45分のスタートです。後半ロスタイムに入ったところ、シエロ先制ゴールを決め、1対0と勝利に近づいています。かろうじてパスが通ったという感じですね。マスロバル止めることができない。ラモスドリブルで攻め上がります。さあ上げた、パンチング、マナカスライディング、オブダショートパス、ペナルティーキックです。いった、ここに選手が滑る、高木ゴール。試合終了の笛が鳴りました。0対3、シエロこの試合を見事制しました。今日の試合はどうでしたか？まさかこれほど点差が開くとは試合前には予想がつきませんでしたね。何もかもがうまくいった完璧な勝利と言えるんじゃないでしょうか。